家康の動画100本ノックかな。はい、こんにちは、家康基金隊100本ノックをやっておりますが、前回ですね、この画面に載っていらっしゃる、株式会社富士興様ということで導入事例をご紹介したんですけど、今日はですね、もう一つ別のお客様の事例もご紹介したいと思いますが、ちょっとこちらはですね、特に掲載とかですね、事例としてご紹介ということは何か外側にはしてない事例になるので、まあ、ちょっとマニアックな形にはなるんですけれども、割ともう立ち上げられてすぐの会社さんで、まあ、どうですかね、5、6名だったかなと思うんですけれども、これからもアルバイトさんが入ってくる可能性があるよみたいな会社でですね、そこの代表とズームにて面談をして、なんかこういうのがやりたい、ああいうのがやりたいということで、あったんで、あ、じゃあこれで行きましょうということでね、すぐ即決していただいて、設定を進めていったというところで、まあ実態、なんかそこまでちゃんと、まあ会社も始まったばっかりで整ってなくて、なんか金貸も取っているような、取ってないようなみたいなね、感じもあったんですけども、こちらを導入いただいたということで、途中からですね、これは確か税理士さんかな、給与計算をされている税理士さんが、家康金貸どうですかみたいなことをご紹介して、で、そこからお問い合わせいただいて、なんかその後のやり取りは、僕たちも税理士さんと途中からですね、やり取りをさせていただいて、このシステムがとかですね、ここの集計どうしたらいいかっていうところをご相談いただいたというケースです。で、まあ当然その、まあ自由度が高いというか、フリーハンドでやってるような金貸の集計とかをやってましたので、何かシステムに入れてカチッとしてどれが正しいんだというところが、最初はですね、なかなか決めづらいというかですね、もうその決めた通りになるよっていうところの線引きをしっかりするところを一緒にやらせていただきまして、なんかね、結構皆さんちゃんと打刻をして、フレックスだったかな、運用も走ってですね、今は、もう今、何も、こう、無法地帯って言ったらですけど、ちゃんとしてなかったと思われてた、その金貸も、しっかりと利用いただいているという事例がありまして、本当に少ない人数からでもですね、入れておいていただくと、その後の、まあ、アウトソースするも、内製化するも、そうですけれども、給与計算が非常に、楽になったということで、まあ、税理士さんも喜んでいただいてですね、今までね、紙できたやつを数えているような、そんなレベルだったということなので、非常に、5人、6人からでもですね、スピーディースタートをして、活動していただけるかなというふうに思いますので、ぜひ、いや、うちはまだまだそんなタイムカードとか、クラウドとか困ってないんだよって言ってもですね、もう大きくなるとすぐ大変になりますから、できるだけ小さいうちにですね、しっかり整えておいていただくのが重要かなというふうに思います。今日もご視聴ありがとうございました。